あの人の現在。加藤清史郎、現在の身長が、今は中学校を卒業し高校生、向井治二の超絶イケメンに。子供店長で一躍大人気になった子役の加藤清史郎さん。あどけなく可愛らしかった彼も現在高校生に。子役あるあるのいつまでも子役のイメージですが、イケメンに成長したと話題になっています。そんな現在の加藤清史郎さんとは。プロフィール。加藤清史郎、俳優。2001年8月4日生まれ、神奈川県出身、 A 型。生後2ヶ月から劇団ひまわりに所属。1歳1ヶ月から俳優として数々の作品に出演。3歳から劇団ひまわりの幼稚部レッスンに通う。2009年 NHK 大河ドラマ天地人で主人公直江兼続の幼少時代、樋口与六を演じ注目を集める。同年トヨタ自動車の CM で子ども店長としても活躍し、一躍大ブレイク。さらに演歌「鰹節だよ人生は」で歌手デビューも果たしている。2011年映画「忍たま乱太郎」の主人公稲寺乱太郎役で主演。2012年4月リニューアルされた「金曜ロードショー」にてシネマボーイとして映画ナビゲーターに就任。以降映画や舞台などで芸能活動を続けている。プライベートでは、出身は横浜市であるが、プロ野球は熱烈な阪神ファンであることを明かし、特にお気に入りは引退した金本智明元外野手と赤星憲広元外野手だと発言。自身も右投げ左打ちとのこと。中学校を卒業し高校生に。加藤清史郎さんといえば、やはり一番に思い出されるのは、2009年にトヨタ自動車の CM で子ども店長のイメージですよね。大河ドラマ「天地人」でもブレイクしました。今で言うと寺田心くんとかぶりますよね。しかしそれ以降あまりテレビで見かけることはなくなりました。一体どうされたのでしょうか。調べてみたところ、プライベートでは中学に進学し、芸能活動ではミュージカルなど舞台中心の活動に変更したようです。子役で売れたからといっておごらずに、着実にステップアップしているということなのですね。中学では野球部に入っていて、自身も無類の阪神ファンとのことでしたので、部活も頑張っていたようです。さらに中学生になったことにより、だいぶ大人っぽく成長し、すっかり子ども店長ではなくなってしまいました。そんな加藤清史郎さんは、2017年に中学を卒業され、現在は高校に進学しているそうです。そして、向井治さん似のイケメンに成長したと話題になっています。身長も伸び、向井治似のイケメンに。高校生になり、現在16歳となった加藤清史郎さん。ますます身長も伸びて、大人の雰囲気に成長され、向井治さん似のイケメンになっていました。最近では山崎育三郎さんのミュージックビデオに加藤清史郎さんは参加していて、山崎育三郎さんとはミュージカルで共演するなど、公私ともに仲良くしているそうです。さらに、日本での高校進学ではなく、イギリス留学するという噂にもなっていました。その理由とは、加藤清史郎さんは中学の時に野球選手になるか役者になるか、進路を悩んでいたそうです。そして、現在は本格的に役者の道を選んだそうで、そのこともあり将来的に演技の勉強のためにイギリス、ロンドン留学を考えていたようです。しかし、今現在は芸能活動がしやすい日本の高校へ進学した様子です。ですが、今のところはという感じで、幼い頃から日本での演技については多く学んでいると思うので、近いうちにやはり海外へ留学し、演技の勉強を本格的にされるのではないでしょうか。子ども店長だった加藤清史郎さんも、現在16歳になりました。子供の頃からの可愛らしさの面影を残しつつ、とてもイケメンに成長されました。芸能活動はミュージカルや舞台などを中心に出演され、今現在も意欲的に頑張っていらっしゃいます。そして、さらなるステップアップを見据えて努力されていて、
これからの活躍も期待できますね。